2021年2月にはシリーズ累計発行部数が1億5000万部を突破し、漫画の歴代発行部数ランキングで8位となった鬼滅の刃。その人気に拍車をかけたのが2019年4月から9月に放送されたアニメで、放送終了からの1年間で8800万部も増加しています。米エンタメサイトは、鬼滅の刃が見せた爆発的な売れ行きに注目し、アメコミ全体の年間売上2019年8500万部であり、鬼滅の刃だけでアメコミ全体を凌駕したと指摘、その理由を以下のように説明しています。漫画はアメコミとは違い、政治的な内容が少ない。そしてこれはマーベルや DC コミックスが行えていないことなのだが、漫画は面白い物語を伝えることに焦点を当てているのだ。関連投稿にはアメリカ人からコメントが殺到しており、アメコミが日本の漫画に完敗してしまった理由を語り合っています。その一部をご紹介しますので、ご覧ください。